段取り前にご紹介させてください。森田役です。一ノ瀬渡さんです。そうっすな、なんかめちゃくちゃなんかパワーアップして帰ってきたっすなーって感じっすな。また祭りが始まったぜって感じっすな、この2は。そうっすね、初めて台本というか初めてそのインフォーマー2の仕事の話が来た時、俺キム生きとるんやって、まあこれも見てるってことはもうそういうことっすからな、キム生きとったんやっていう嬉しさがあったっすな。死んでると思ってた。いやだって死んだっすもん。いやでも俺の中ではあの時の最後あの刺された時まだ死んでない、まだだぞっていうのは若干思って芝居はしてたんですよ。完全にちょっと微妙に動いてるみたいなっていう。いやよかったっす、マジでありがとうございます。いや本当嬉しい、もうインフォーマーに参加できてマジで嬉しいっすな、本当。ありがとうございます。いやもう最高っすから、マジで。もう全部に通して気合は入れてるっすけど、もうそうっすな、もう一瞬たりとも気が抜けなかったという感じっすけど、なんでキムがここにいるのかとか、そのまあ、いやもうずっと今回のキムのテーマってあの木原なんですよ。だから木原をずっと思ってたんですよね。なんかもうそうっすな、本当キムの一方的な片思いやったんですよ。すごい、もうずーっと前編通して木原、前編通してそうっすな、木原を思ってるっていうのをなんか皆さんにこのキムの片思いが伝わればいいなと思うっすな。まあ最後またどんでん返しあるっすけど、さっきもその話しまったっすけど、まあその木原を思ってる片思いとその三島との結構二人芝居が多いっすけど、結構いやあのここの刑務所のシーン結構しんどかったっすけど、なんかもう楽しくて、なんか三島と変な連帯感が生まれてきてたんですよね。なんかトムとジェリーじゃないですけど、なんかそんな三島との二人芝居がこのずーっと楽しかったっすな。そうっすな、そういうちょっとまたシーズン1とは違うキムを皆さんに楽しめて提供できてたらいいなって感じですかな。キム川としての意見っていうかそんな感じです。キム川としての意見、あ、そうっすな。まあでもキムがこの今インタビューに映ってるっていうことを皆さんが見られた時点でキムなんやっていう、前作見てる人はすな、ちょっとそこ結構面白かったりするんですよ。この最後まで見たら、あ、そうやったんやみたいなことがあるっすから、そこを楽しんでもらえたらいいですかな。キムなんでみたいな。キムなんで。はあ、キムなんですな。ぜひ楽しんでもらいたい。あ、そうっすな、見どころキムなんでみたいな。はい、伝わったっすかな。大丈夫っすかな。はい、バッチリだと思います。あ、チャーシー。ありがとうございます。ありがとうございます。こちらこそよろしくお願いします。皆さんぜひよろしくお願いします。日本末楽しく なってると思うから、ちょっとよろしく。ありがとうございます。悪いな。サリカス。つうわけだ、悪いな、サディカフ。